こんにちは、かいばしらです。サブチャンネルです。犬系彼女って知ってますみなさん。犬系彼女。なんか最近話題みたいでですよ。僕も最近知ったの。なんかさ、昔から多分言葉自体はあるよね。犬系、犬系彼女っていうか、犬系女子っていうかさ。で、最近のやつはさ、あれらしいよ。炎上してる方の犬系彼女らしい。炎上っていうか、だからバズってみたいな動画が。その犬系彼女、 濃い人の、なんとかっていう人の、その動画がなんか UFO キャッチャーで、なんか景品が取れる取れないで、ごめんね、みたいな <laughs>、なんかガン泣きしてる女の子みたいな <laughs> 動画が。 なんかこういろいろ物議勘に触るとかなんか演技、演技じゃないのとか動画撮ってる彼氏の方もないとかいろいろあるんだけどまあその辺のなんか地味盲量の話はどうでもいいんですよそのコメント欄の炎上とかさそのあのは心がすさむからそういうのを見てるとそういう話は今日はしないんだけどそもそも犬系彼女っていうそのカテゴリーを今日知って面白いねっていう話だからその人のごめんだから今日話はしないからどうだと思います皆さんみたいな変なニュース 番組みたいなのを期待した人はごめんねそういう話はしないけど我慢してみてお願いありがとうあのさ犬系彼女ってだから知ってたみんなあのまず言うとね犬系彼女僕が最近知った経緯を話しますと僕その白石浩二の決して送ってこないでくださいっていうですね 白石浩二の決して送ってこないでくださいっていう、この映画に僕、あの、出させてもらってるんですよね。で、有川舞子さんっていう人と僕で、一応そのカップル役でダブル主演、イエーイ、させてもらってるんですけど、その、有川舞子さんが演じてたその彼女の性格、言動が、犬系彼女っぽいっていうので、そのレビューとか感想で聞いてたの。 お客さんのやつでそこで知ったわけよ。犬系彼女だってわあみたいなこんなこんな驚きはせんのだけど犬系えとかになってまあ僕も犬派だからさ黙ってはいられないわけですよね。まあ犬派とか言いながら犬飼ってないんだがまあでも犬派と言わせてくれよ。なんだと思ってそのレビューとかにはこの今話題の犬系彼女と見事にこうシンクロしてい いるうざさで「大変恐ろしかったです」みたいなやつとかさ書いてて「えー、恐ろしい!」犬系彼女ってそんなネガティブなイメージのあれなんかなと思って調べてみたんですワードとしてねこの意味合い言葉が持つ意味合いを調べてみたそしたらこういうことが書いてたネットに「犬系彼女の特徴は無邪気な性格」「あらら一緒にいて楽しそう」「気持ちに素直」「あらら裏表なさそうでいいね」 寂しがりや、あららら、かまってあげたい。人懐っこい、あららら、またしてもかまってあげたい。 で、感情がわかりやすい。あらららら。これまた裏表なさそう。で、おしゃれに気を使っている。あらら、社交性までも持ち合わせて嫌がる。え、連絡がまめなっためっちゃいいじゃん、こんな。仕事でさ、あの、全然おっせえやついるよね。もう一日経った後にやっとくるみたいなやつね。あの、長々とした回答は、すぐにはいらないから、その、読んだか読んでないか、その、わかったか分かってない。イエスかノーかだけ、その、早く、早めに スタ,ンプでさスタンプでもいいから送ってこいよみたいなやついるじゃん。まあそれ、それは仕事の話だけど、とか、うん、そして最後にアクティブであると。まあ行動派ってことだよね。あっち行こう、こっち行こうみたいなことだよね。めっちゃくちゃポジじゃん。ポジティブな人じゃないこんなの。ポジティブな、こんな人とさ、付き合ってたら最高じゃないまあちょっとそのれん、あんまりその僕は、 僕的にはその週一ぐらい、その毎日顔を合わせたくないから、お付き合いしてたとしても、その週一くらいとか月一くらいでこううまいこと、いい距離感でいいよね、みたいなのが僕的にはいいんだけど、一般的にはめっちゃいいよね、この犬系彼女。え、最高じゃんみたいな。その今話題の方はね、炎上かなんかされてる方は、それっぽいその雰囲気なんだけれども、それがなんか逆にその煩わしいみたいなので、 有名になってるのかなまあいいんだよ。そのことはどうでもいいんだよ。で、何系だと思う君らは自分のタイプ。何系だと思う僕は明らかにこれね、犬系彼女っていうのを調べてたら、猫系彼女っていうのも出てきたわけです。それは、もうだから、あの、そのまんまですよね。その結局のところ、あの、犬の習性に似てる人が犬系、猫の習性に似てる人が、 猫系みたいな分類っていうことですよね。だから猫だと、うーそっけないとかさ。で、気分屋ですり寄ってくることもあれば、もう普段はもう触んないでみたいなタイプみたいな、どっちかみたいな。これ自己診断をするさせてもらうのであれば、まあ、私は猫だと思いますね。あんまりその、だから週1ぐらいでしか会いたくないし、一人の時間好きだし、 かといってそのやっぱりたまにはこのニャーゴ <laughs> ニャーゴってしたくなるしってことでございますから私猫だと思うわけでございますよねみんなはどっちですかでもやで社会的にすごくうまくいきそうだなって思うのはやっぱ犬派だと思われますよやっぱ犬のさ <laughs> あのマジの犬思い浮かべてみる <laughs>「待て!」みたいなったもうスッって待ってさもう <laughs> もうお手ピャーン <laughs> お座りピャーン <laughs> もうすごい重 順じゃんちゃんとしつければ家に1人でおいてもそのお留守番ができるその家のものを荒らしたりとかをするわけではないですしあみたいなことですよね。この犬系にななりてなっていう気がしていますよだから僕は。ちょっとこういうのってさ努力ででどうにかかななるものなんですかね <laughs> あの僕はだから猫系です。猫猫中性的に猫を 猫な感じするんですけど、犬へとこうクラスチェンジをできる機会はありますかそのダーマ神殿的な、その職業チェンジ的なことはできますかね猫はだから才能派というか感覚派というかさ、な感じするじゃないですか。あ、っていうかそうだ、この、そうだ、白石工事の消して送ってください。皆さんのおかげで、なんか色々劇場公開関数が広がっていてですね、ありがたいね。 で、今度あ、あの、また、あの、また舞台挨拶することになりました。お前、舞台挨拶何回目だよって話ですけど。 まあ、あ本当好評ゆえの舞台挨拶ができるってことですからね。本当にありがとうね。今回は、あの、新宿、あの、シネマート新宿っていうね、新宿にある映画館で舞台挨拶、11月の11日にやります。夜の会でやるんで、あの、詳細概要欄に貼っとくんで、そこでぜひ、もうチケット販売してるんで買ってください。今回はね、あの、監督の白石さんがちょっと忙しかったんですけど、それで、その忙しい合間を縫って舞台挨拶来てくれるっていうから、その監督とね、僕ら役者と、でしかできない。 話もいよいよできる。もう隠された秘蔵の話をね。もう白石さんとやろうと思うんで、ぜひあの来てください。はい、よろしくお願いします。ごめんね。はい、告知でした。告知あっち行けビューンありがとうね。告知聞いてくれてね。はいでまあ、犬系のは犬系だか、猫系だかの話をし続けていきたいんですけれども、もしかしながらですよ。しかしながらですよ。その この犬系にもデメリットがありましてとか人間がやる際にはですよ。あの人間ですから我々ですね。動物では。どう頑張っても犬にはなれないわけですよ。あーてかワンワンみたいなできるはできるんですが、それをが人間がやるとなると、ちょっと痛いよねみたいな部分も。 あ,あ,あったりなかったりするということでですね、さっき話題になっていたこの犬系彼女の方の動画、他の動画で、この食べ物をこうやって守って、えげーって言ってこう、えがーって犬するじゃん犬ってさ、飯食うときさ、お前、お前には絶対やんねえからな、オラーみたいな顔してさ、 クソがよっつって、飼い主にさ、ガラーって威嚇するじゃないですか。あんな感じでこう、この犬系彼女のね、方が、うぐーぐーってやってる動画を、あの、上げていらっしゃるわけですよ。これはだから、人間的にやると、ほら、ちょっと幼稚なイメージがつくでしょ。それをその大の大人がやるわけにはいかないじゃないですか。まあ、このはまだ可愛らしいから、ね、セーフだという方はいると思いますが、僕がことだよ。<laughs> 今さ、 犬系彼女にあか、だからつまり僕はじゃあ犬系彼氏になるってことですか彼氏、犬系男子になりたいと。ね。犬系おじさんになりたいと。ね。もう男子ですらないわ。犬系おじさんだわ。犬系おじさんにじゃあなるとして、じゃあこれを真似したら、 いいのかと言ったらそうじゃないよね。だって、これは、犬系彼女のこの人だから許されることで、犬系おじさんを目指す貝柱がさ、あ、うめえな、っつって飲んでてさ、これをさ、他の人が、お、貝柱、ちょっとモンスター、ちょっと一杯貸してよ、とか言ってバーってやった時にさ、いやばー、ブルとかやったらさ、もうデタラメに痛いでしょ。びっくりするほど痛いじゃん、もう。社会のつまはじきもの一直線でしょ。 やるわけにはいかないのよ、だから。だから、そのいい販売を見つけなきゃいけないなと思って、その犬系の中でもね、おじさんの年齢でございますから、うんと、例えば、このまま猫のまま行くとしますよ。猫のまま行くとしましたら、社会でさ行くとしたら、赤い柱さんお疲れ様です。お疲れ様です。 みたいな。この不愛想な感じは、やっぱおじさん的にも良くないと思うわけですよ。なんだあの、貝柱って人、なんか愛想悪くて、なぁ、みたいなさ。じゃあ次、犬系を目指すとしましょう。ね。貝柱さんお付けさした。お疲けさにして <laughs> もう本当に。 今日はもうありがとうございますもうまた次回もね仕事に読んでもらえるとお腹なで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 よろしくお願いします顔ベタ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 これはまずいでしょうベタ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 ありがとうございます会場シらラソップ手どけてもらえますかやっぱこれ社会のつまはじきものになるわけですよこの犬系彼女がややったとしたらああってやられてもまだ若い女の子だからとかさ政府だけどいい年のおじさんがそれやったらいろいろ問題になる。 なるでしょ次はヤフーニュースだわそんなのは <laughs> それでぶったたかれる具合になるのは貝柱だからさどうの塩梅だろうかねその貝柱さんお疲れさまでした本当にお疲れさまでしたまた次回もどっかの現場でお会いできると嬉しいんでよろしくお願いします握手これぐらい握手ぐらいいいよねこの程度の犬犬具合もうさお腹なでなで顔ベタベタなめなめはさもう犬すぎるじゃんお前サバンナでそれやれんの その塩梅なんだよなって思ってですね。犬系になるにしてもで,で多分犬系の人はで多分すげーコミュ力あると思うんですよ。 めちゃくちゃで人付き合いもいい。あの、フットワーク軽いと思うんですよね。今、どこどこにいるんだけど、来るっつったら、ああ、全然行く、しゃ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 。今、どこどこにいるんだけど、あ行く、しゃ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 。今どこしゃ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 ッシもう呼ばれなくても行くぐらいの。そこまでのフットワークが、じゃあ僕に、ができるかと言われたらですよ。難しいですよね。本当に。できる範囲っていうのも大事。しかも、その、何でしょうね。まあ、お酒の場は好きだけれども、私。 しお酒は強くないし酒癖もそのあまり良いとは言えないのでだから気をつけながら飲むっていうところもあってですねこのさ極端分かる分かるこの何回も言うようにこの,この子がやるやつはこの子だから許されてる範囲があるじゃんその犬系猫系で私は猫系だとして犬系になりたいと、うん、グラデーションでしょこのライン線があります。 ここまで行き過ぎるととやばいと、ね、消されると <laughs> 社会から抹消されるとここで止めておきたいやっぱこのね微妙なこれが難しいわけですよ極端に振るのであれば誰でもできるじゃんだけど匠の技というかね犬系マスター の人はここで止めておくっていうこのうまい塩梅ができると思うこれ難しいんだよねゲームでもさ極端な動きはできるじゃん大乱闘スマッシュブラザーズでもさ何回もスマッシュを打つとかは楽じゃん スマッシュって強い攻撃を。だけど、この微妙なこのスティックさばきで、この弱攻撃と強攻撃を使い分けて、それ必要な時にスマッシュ、強攻撃を打つみたいな。この使い分けをできる人はごく一部なわけで、やっぱ深いですよ、奥が。この犬系、犬系に、をうまく使いこなすといってもですね。これ非常にこの、 待って何の話をしてる <laughs> ごめん非常に何のなどういう話に執着していいのか分かんなく執着点が分かんなくなってきてるんですけれどもまあその程よく人付き合いをよくしたいよねっていう今日は話ですよね。最近知った犬系彼女っていう話から、うん、そういう,う,いう私はそう思いましたっていう。まあみんなも教えてくださいよど,どっちかっていう。 はい。まあ、今日の動画は終わっておきますけど、あの、もう一度告知させてもらいますけど、11月の11日ね、あの、シネマアート新宿で、え白石浩二の消して送って答えてください。舞台挨拶。今度は白石さんが、監督ご本人が来ますから、ね、あの、一緒に、あの、会いに来てくださいね。いろいろ話します。じゃあ、とういうことで、サブチャンネルでした。バイバイ。買いましらした。さよなら。